ったく、みんな消極的なんだな。そんなすごい力が手に入るんだ。探しに行かない道理がない。そして来なければよかったと心底後悔しているところだ。はあ、やっと終わった。邪魔だな。だべりながらダラダラ歩くんじゃねえってんだよ。今日の調査に行けなくなっちゃうじゃんか。はいはい、すいません、ちょっと通ります。よっと。どうだモーセ、人の海を一声で割る私の実力は。これでも一応最上級生だからな。よりによって6限目の最後に全校集会なんてやってくれちゃって、遅くなるの分かりきってるじゃんか。その集会で聞かされたこと、長くて分かりにくい、なんか奥歯に物が詰まったような話、街中で倒れるケースが多い、ちゃんと食べて寝ること、不審者が多く目撃されている、人気のない場所に注意、特に夕方から夜にかけては一人にならないようだとさ。これは間違いなく巷で話題のうつろの夜のこと、人を食う影とか偽りの命とかの、そういうやつ。
出せるわけがない。謎のお化けを認めちゃったら大パニックになる。でもこの噂、人の仕業では説明できないこと、不思議なことが多すぎる。ま、今は何も見つかってないし、何にも出会ってないから夕方の健康散歩にしかなってないんだけどね。ってこれじゃマジお年寄りみたいな生活習慣だよこれ。これは私の真の力、フォノンを取り戻す試練。この機会を逃せば、今度はそれがいつ訪れるかわからない。諦めるなんてわけにはいかない。ま、6時までとかって時間制限があるわけじゃないから、この辺は適当でいいんだけどさ。いいんだけど、あんまり暗くなるとマジ怖いじゃない？だから一応真っ暗になる前には帰るって決めてるんだけど。まあたまには遅い時間に探すのもいいかもしれないな。今まで夕方だったから影に出会えなかったのかもしれないし、毎日遅いわけじゃなけりゃ親も怒りはしないだろう。見てる。この辺は妙な気配がする。いるんだろ？出てきな。私にはわかるんだよ。暗いぞ。怖いんだな、この辺って。まあ、そりゃ影の怪物ってくらいなんだから、暗い場所を好むんだろうけどさ。どう考えてもさ、こういう暗くて人気のないところって影なんかよりも危ない人に会う方が可能性高いだろう。こんなのこう、コートの前を突然バーッと開けてくるような、そっちの方の。ダメだ、半端なく怖いわこの辺。やっぱ私には夕方の人気のない場所をうろつくのが限界。死んじゃったら元も子もないっての。
ま、一応解禁症は続いているからよしとするか。よしこ、と。疲れた。なんか喉渇いた。どっかでジュースでも買って帰るか。さて、ここから家まで歩いて30分くらいかな。明るいとこ通って帰らないと怖いわ。真面目にやってたらこれくらい遅い時間になるよね。生き返るわ。運動部だな。こんな暗くなるまでご苦労なこったね。影探しのご苦労なら私も随分してるんだけどな。大所帯の運動部のせいで大声がやかましいったらない。あの集会の直後でもあるしな。流行ってんだな、夜の噂って。うつろの夜に行った2年生か。そうだ、2年生って言えば七瀬のやつどうしてるかな。あのチンチクリン、最近会ってないけど何やってるのやら。自然とそうなったってのもあるけど、やつは過去の私を知る要注意人物だからな。違う意味で可愛いったらなかったね、ありゃ。昔から元気すぎてよく男の子に間違われてたしな、あいつ。元気だったし、今は運動部にでも入ったんだろうかね。懐かしいな、入学式ってもう随分前になるもんな。久しぶりだし挨拶くらいしに行ってみるか、今度。ついでに昔のことを他言してないかどうかそれとなく確認しておかねば。もう忘れてるだろうけどな、あんな昔のくだらないこと。私の秘密をバラしたりしたら、みこし担いで大勢の坊さんが現れて山へ連れて行かれるって話。本気で泣いて怯えてたからな、あいつ。今でも本気にしてそうだ。
七瀬のことを思い出したせいですっかり忘れてたんだ。くそ、あいつめ。そばの神社。このそばに神社なんてあったっけ？今くらいの時間か。怖いけど、少し遠回りして見に行ってから帰るか。今日は影探しの時間が足りないしな。暗いの嫌だけどな。どこにもないぞ。怖いよ。街灯の近くだけビカーッと眩しくて、それ以外のとこが真っ暗すぎるんだよな。眩しさに目が慣れちゃうから、暗い場所が余計見えなくなるんだ。偏らないよう均等に設置できないのかね。くそ、ダメだ。もう見つからない。暗い。どこにもないったらない。しゃあない。神社は後で地図見て場所を確認してからだな。うわ、改めて見るとすっごい暗い。あたしさっきから暗いしか言ってないよな。とりあえずあっちに向かって歩くか。あ、なんだこれ。疲れてんのか？私。なんだこれ。気持ち悪い。昨日は早く寝た。いつもの深夜番組は見てない。急に眠くなってだるいわけじゃない。なんか、突然の発作か？え、これって結構やばい状況じゃ。このまま突然死とか私は嫌だよ。
落ち着け。落ち着けっての。こんなの一時的なことで、しばらくすれば治るから。おかしい。今までこんなことなかったのに。健康には割と自信ある方なんだぞ、私は。いや、違うっての。寝るんじゃなく、倒れる。気を失うって言うんだよ、こういうのは。夜だ。それに遭遇したって時の不思議な状況。これだ。間違いない。来たんだ、夜が。私はついに遭遇したんだ。人を食う影に。わかるんだ。何かが現れようとしてる。こんなもの探しになって来なければよかった。こんなもの探しになって、こんなもの、こんな